今回は、ストーリーミッション、やっていくよ。おはようございます。ゆっくり三上です。状況は悪化していた。代表の信任を受け、町を実質的に支配し始めた企業は警備部隊の意向を無視し、町中に奇妙な兵器を配備し始めた。元より劣勢にあるレジスタンスは未知の戦力の出現に恐怖していた。もはや時を選ぶ暇間はない。その判断にさほどの時間は必要ではなかった。最後の戦いが始まろうとしていた。この会場施設は今は誰も来ない場所だ。通信を傍受される可能性は低い。だが油断は禁物だ。作戦の情報は最小限にとどめ、逐次伝達を行う。地下道を抜ければ水没した沿岸区に出る。まずはそこに向かってくれ。代表が我々だ。いずれかが死ぬ。それが今日だ。大丈夫ですレオ、きっと我々が勝ちます。私はあの人の力を信頼しています。もちろんロザリーさんも。褒めても何にもないわよ。まあ悪い気はしないけどね。システム戦闘モードを起動します。トンネル内部にはパトロールの部隊が配備されているはずだ。どの道逃げ場はない。遭遇次第撃破しろ。最近正規の警備部隊はこんな仕事しかさせてもらえないらしいわ。企業との早速廃品回収発見。うわービビった、超ビビった。いきなり出てくんな。しかも狭い、動けない、ブーストチャージできない。システム戦闘モード。あービビった、めっちゃダメージ食らってしまった。システムスキャン、この先が心配だ。注意して進もう。危ねえ。システム戦闘モード。システムスキャンモード。外だ。ルート情報を更新する。沿岸区は大半が水没している。足元に気をつけろ。システム戦闘モード。ブレードを装備したままよく間違えます。
システム戦闘モード、システムスキャンモード、システム戦闘モード、このミサイル、誘導性能高いはずなのに、当たってくれない。システム、スキャンモード、本気でやるんすか、姉さん。俺は死ぬのはごめんです、マジで。何あれ、あんたさっき暗いわよ。やばいっすよ、さっきから。あんたも見てたでしょ、この間のでかいのだって倒したじゃん。あの時はやばい気がするって言ったら。奴らお前を始末する気だ。お前にはまだやってもらうことがある。死ぬな。うおー、なんか強そうなの来たー。システムスキャンモード、システム戦闘モード、い場所だ。あっちの道路の上に出たいけど、行きにくい。システム、戦闘モード。やっと上がれた。システム戦闘モード、ハイブーストの連発はできないな。システム戦闘
チャンスだ。くそー、ブーストチャージ当てられれば。よっしゃ、また止まった。よし、撃破するな。ルート情報に沿って進め。油断するな。まだ出てくるわよ、RD がビビってるから。ふう、やれやれ。この場所のせいで、めっちゃ強かったよ。システム、スキャンモード。システム、戦闘モード。あっちに、廃品回収落ちてないかな。システム、エネルギー残り 30%。 特になさそうだ。見てましたか？至急撃破できるなら、さっきそうしてるよ。システム、スキャンモード。音は聞こえるけど、どこにいるんだ？やっと見つけた。戦闘モード。機体がダメージを受けています。回避してください。システム、スキャンモード。後ろか、やべえ。なんかたまに水上で勝手にブーストが切れる。これって自分で無意識のうちに L1 ボタン押しちゃってるからかな。システム、戦闘モード。お、なんだ？はまったのか？動かなくなった。チャンスだ。でも、片武器だけじゃなく、左手の武器も、もうだんだんが少ない。くそー、壁キックで変な方向行ったせいで、あいつ動いてしまった。
ミサイルなくなった。やばいぞ。まだ始まったばっかりなのに、もう死にそうだ。うわぁ、しかも、左手武器もなくなった。右手は経営属性だから、あんまり効きそうにないんだよね。おぉ、なんとか勝てたか。でも、もう満身創痍です。ガレージポイントは？ガレージポイントはまだかよ。システム、スキャンモード。この先にあるのかな。来たー。なんとか助かりそうだ。回復したところで、次回へ続く。